韓国政府、99ヶ月ぶりに貿易収支赤字の可能性。韓国政府が99ヶ月にわたり続いた貿易収支黒字が赤字に転落すると予想した。企画財政部のキム・ヨンボム第一次官は29日、政府ソウル庁舎で第一次非常経済中央対策本部会議の結果をブリーフィングしながら、まだ結果を予断できないが2012年1月から99ヶ月ぶりに4月の貿易収支が赤字となる可能性が高いと話した。彼は4月の輸出減少幅が大きく拡大するのに、対し輸入減少幅は相対的に小さい。今月20日までの貿易収支は35億ドルの赤字を示していると話した。ただ彼は成功的な貿易で内需状況が他の国に比べ良好な流れを見せており、製造業生産と投資活動が比較的正常に進んで現れた結果、こうした側面を総合的に考慮すると、韓国経済の否定的な兆候とだけ見る必要はないと強調した。北朝鮮内部、金正恩異変説が、さらに各大当局は秘密警察動員し取り締まり、信じる人増えている。当局の沈黙が疑心呼び噂広がる。金正恩が死んだとか手術したという噂が、市場で商売している女性たちの口にまで上るようになった。ホエイン、秘密警察官が流言飛語だとして、情報を流布させた者の割り出しと取り締まりをはじめ、殺伐とした雰囲気だ。写真特集、ふくよかで美しかった金正恩氏の母、コウ・ヨンヒ氏は、大阪生まれの在日2世これが非公開の秘密映像だ、8枚。北部地域に住む取材協力者 AA さんが4月28日にこう伝えてきた。韓米メディアが21日に金正恩氏の重体説、手術説を報じて以降、世界中で金正恩異変情報が流れた。筆者が北朝鮮国内の知人に情報を知らせようと22日に、電話したところ、彼は、すでに知っていた。それから1週間、金正恩異変情報は、急速に国内で拡散している。中国からの情報遮断に、薬機秘密警察要員を増員。情報が入ってくるのは主に、中国からだ。アジアプレスでもそうしているように、中国の携帯電話を密かに搬入して、外国と連絡を取り合う人が、北部国境地域には、大勢いる。主に中国に親戚がいる人、貿易関係者などだ。当初はデマだ疑う人が多かったが、中国のあちこちの筋から似たような情報が入ってくるので、信じる人が増えていると AA さんは言う。外部情報の流入阻止に、躍起の北朝鮮当局は中国の携帯電話の取り締まりに注力してきた。両行動の中心都市、恵山市に住む、別の協力者 B さんは次のように言う。3月初めに平壌から5人組の国家保衛省の取締りチームが来て検閲を始めたが、つい最近人員が増派されてきた。金正恩異変情報が主に両行動から入ってくるからだ。特に標的になっているのは貿易会社の職員。中国の取引先と頻繁にやり取りしているからだ。B さんは、この数日間に自分の周辺でも2人が理由もなく道保衛局に呼ばれて調査を受けとして次のように説明した。コロナ情報拡散にも神経ピリピリ。26日に市場で商売をしている知人が両行動の保衛局に呼ばれ、コロナウイルスに関連して事実でないことを話さなかったか、最近周囲で変な話をする人はいないかと尋問を受けた。知人は金正恩に関する噂を他人から聞いていたが、話せば自身も危険になると思い、知らないと答えたそうだ。取り調べの保衛員は、金正恩同士に関する話とは聞かず、変な話と表現したという。中国と平壌をつなぐ交通と要衝である、平安北道の取材協力者に尋ねたところ、金正恩に異変があるとの噂が広がり取り締まりが厳しくなった。長い通話はできないと慌ただしく電話を切った。金正恩氏に実際にどのような異変が発生したのか現時点では不明だ。韓国当局は静音死検剤と主張している。
一方で、北朝鮮当局が情報拡散の取り締まりに乗り出しているのは過剰反応に見える。金正恩氏の身辺に問題がなければ、沈黙を止めて公表すれば済むからだ。朝鮮半島南北首脳 TV 会談を韓国統一省が言及、その可能性は？主要20カ国 G20 も TV 会議を開催するのに、南北首脳間でもできないことはない。韓国与党議員。南北首脳間の TV 会談の必要性があると考え、積極的に検討する、キム・ヨンチョル韓国統一省。去る28日、韓国国会の外交統一委員会総会で、キム・ヨンチョル、金蓮哲韓国統一省が言及した、南北首脳 TV 会談の可能性について、韓国では、関心が集まっている。新型コロナウイルス感染症の拡散により、対面会談より、TV 会談が注目されている中、提案されたものである。今日、29日韓国統一部によると、現在まで南北間で TV 会談がなされたことは一度もない。しかし、離散家族の再会が TV を通してなされるという、離散家族の TV での再会は過去に実施されたことがあった。身体的な問題で対面での出会いの困難な高齢の離散家族たちに TV での再会の機会を提供したものであった。この離散家族のTV での再会は2005年から2007年まで7回にわたって行われた。南北間の TV 会談のためには、対北制裁の免除、TV 会談場所の準備、システムの試験など多少解決するべき問題はあるが、過去に離散家族の TV での再会が可能であったように、南北首脳 TV 会談も技術的には可能であるというのが統一部の説明である。今年は、パンムンジョム、ハンモンテン宣言採択から2周年、6.15、南北共同宣言発表から20周年となっているので、南北間での共同行事の開催に対する期待が大きい。しかし新型コロナによりその代替案として、TV 会談案が上がっている。韓国統一部長官、金正恩重篤説は、フェイクニュースであると断言する、イコール韓国の反応。今日、28日8時のニュースは、17日間姿を見せていない、北韓の金正恩委員長のニュースから見てみましょう。統一部の金蓮哲長官が今日、国会に出席し、金正恩委員長が手術を受けたという話や、重傷だという話は、明らかなフェイクニュースだと述べました。具体的に開示することはできないとしながらも、北韓に特異動向がないことを自信を持って話せるほど政府には情報力があると強調しました。最初のニュースは北韓専門のアン・ジョンシク記者がお伝えします。記者。国会に出席した統一部の金蓮哲長官。まず、今月21日に CNN が報じた金正恩重篤説の情報源は、その前日に出た対北韓メディア、デイリー NK の報道であると認識し、明らかなフェイクニュースだと規定しました。金蓮哲統一部長官。加山診療所で、金一萬友病院の医師が手術したという報道でした。北韓の事情を少しでも知っている人が見たら、フェイクニュースに該当することがわかります。加山診療所は、保健所のようなところです。政府もよく把握していないのではないかという与野党、議員らの積極的な質問が続きます。イ・ジョンヒョン部所属議員。なぜ、フェイクニュースと断定的に話すのですか？キム・ジョンウン委員長の身辺に異常があるのですか、ないのですか？イ・ソクヒョンともに、民主党議員。金正日委員長が死亡した時も、国家情報院は全く把握しておらず、2日後に、北韓のテレビを見て哀悼しました。金長官は、政府の情報力が十分であると何度も強調しました。金蓮哲統一部長官。当時と今の情報能力は非常に異なります。もう一度申し上げます。特異動向はないと自信を持って話をすることができるほど我々は情報能力を備えています。また、今の混乱した状況を間違った情報が疫病のように溢れるインフォデミック状況とも言いました。
金正恩委員長が15日、金日成の誕生日と、金秋山太陽宮殿を参拝していない理由について、金田鉄長官は、コロナ状況を考慮すべきと明らかにしました。政府の度重なる説明も、17日間姿を現していない、金正恩委員長が姿を現してこそ、議論が終了すると思われます。経貿易を超えて、経平は、韓米朝と韓中朝の補完を、イコール韓中、ビジョンフォーラム。金連鉄、金ヨンチョル統一部長官の特別討論の要旨。北朝鮮は、世界保健機関、WHOに新型コロナウイルス感染者がいないと報告したが、中朝、ロ朝国境と南北連絡事務所を封鎖した。始業を延期するなど厳格な防疫活動をしている。韓国政府は、コロナ状況で保健医療協力を考慮している。新薬材料の原料となる野生植物分野は北朝鮮の方が有利だ。南北関係が小康局面であるとき、中国を通じて接触と協力が実現する状況もある。南北関係と中朝関係は補完的だ。制裁のため協力の範囲と内容は制限される。制限的な状況を活用するために、韓中朝の役割分担が必要だ。北朝鮮の核問題は、今年は、米大統領選挙もあり、小康局面が続いている。小康局面をうまく管理しながら、交渉を再開する機会を用意することに関心を向けなければいけない。この過程に、中国の役割がある。米中の戦略的競争の中でも、北朝鮮核問題では米国も中国の役割を認める。昨年12月を振り返ると、交渉期間が年末に設定された状況で、米中間で非常に制限された形態の協力が行われた点も注目しなければいけない。北朝鮮核問題を韓米朝の三角関係で説明するが、核問題解決の速度を高める上で、韓中朝の三角関係の役割もある。コロナ状況で韓国の外交が世界レベルで重要な位置にある。経貿易の次は経経済だ。経平和という概念も成立する。コロナ状況で韓国の位置と役割はソフトパワーの典型になった。新型コロナウイルスの感染が世界的に広がると北朝鮮は中国との国境を封鎖したが中国は北朝鮮に診断試薬を提供して密着した。26日、コロナ事態と中朝関係、そして韓半島をテーマに、韓中ビジョンフォーラム第3回会議が開かれた。李弘氏玉、李玉成金中国研究所長は、中国が韓半島、朝鮮半島で、韓中関係と中朝関係について、差別より均衡を模索する可能性があると診断した。金連鉄統一部長官は、北朝鮮の金正恩国務委員長関連の立場、中央日報27日付一面を明らかにした、あと、経貿易と経経済を超え、韓米朝と韓中朝の三角関係が補完する、経平和の可能性を提示した。以下は、第3回会議の主な発言録。李弘氏玉、李玉成金中国研究所長イコール北朝鮮の、新型コロナに関連した1月21日の最初の対象が注目される。中国が午後4時にウイルスの人体間感染の可能性を初めて発表した。北朝鮮は保健省が6時にテレビでインタビューを行った。直ちに全国防疫網を稼働した。このように北朝鮮のコロナ対応は中国との緊密な医療協力の中で行われた。昨年11月と12月に、遼寧、吉林省の党書記が北朝鮮を訪問した。農業、民生、観光と衛生の4つの合意をした。中国は、コロナ支援82カ国のリストを発表し、北朝鮮を除いた。感染者がいないという北朝鮮側の立場を考慮した。4月12日には、丹東新応力港。アムノッカン大橋の北側税関工事が確認された。コロナ事態が落ち着くと、本格的な中朝経済協力が始まった。平壌総合病院も注目される。コロナで北朝鮮は建設事業の大半を中止したが、平
平壌総合病院は唯一進行中だ。昨年6月の習近平主席の訪朝プレゼントという解釈も出ている。中朝関係には構造的レベルで米中戦略競争構図が作用する。中国は韓半島で韓中関係と中朝関係を戦略的に差別化するよりも戦略的均衡を模索する可能性がある。しかし米中競争が激しくなれば、韓半島問題が常に米中関係の従属変数に転落する可能性が高い。南北関係を解決する時間は十分でない。韓国は韓半島の完全な非核化と恒久的平和体制という最終状況に備えなければいけない。中国が在韓米軍、韓米同盟、韓米連合司令部など真実の瞬間に対する答えを早期に要求する可能性がある。